皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は神奈川大学宇宙ロケット部とのコラボでハイブリッドロケットを紹介するわ。神奈川大学宇宙ロケット部が霊夢なんかとコラボするのか？なんかってどういう意味よ。いやまあ、思わず心から本音が漏れ出てしまったけど、その宇宙ロケット部がハイブリッドロケットってのを作ってるのか？そうよ、しかも国内最高記録を持ってるんだからね。マジで？今回はそんな神奈川大学のハイブリッドロケットを通じてハイブリッドロケットってどんなのかを解説するわ。ちなみに今回もお金とかもらってないから自由にやるわ。さすがに大学生からもらうわけいかないもんな。さてまずハイブリッドロケットって初めて聞く人やよくわからない人も多いと思うから、まずはその仕組みを簡単に解説するね。ハイブリッドってどういうことなんだ？簡単に言うと固体燃料と液体の酸化剤を組み合わせたものでね。例えばイプシロンロケットって燃料と酸化剤を混ぜた固体の推進剤を燃焼させて飛んでて、H2A ロケットは燃料に液体水素、酸化剤に液体酸素を掛け合わせて燃焼させて、脇にある固体ロケットブースターはイプシロンにも使われてる固体の推進剤を燃焼させてるわ。なるほどな。一方ハイブリッドロケットは固体燃料と液体の酸化剤を掛け合わせたもので、例えるならイプシロンのような固体燃料ロケットと H2A のような液体燃料ロケットの合いの子みたいな感じね。なるほど、それでハイブリッドっていうのか。でもそれって何かいいことあるのか？ハイブリッドロケットは両方のいいとこ取りだからメリットがたくさんあってね。燃料と酸化剤が一緒になった固体燃料ロケットとは違い、固体燃料と液体の酸化剤と分かれているから自然に混ざらない、つまり爆発や不意の燃焼開始というリスクがない安全なロケットであることと、燃料と酸化剤を均一に混ぜる必要ないから調達コストが安い。固体燃料ロケットは点火したら止められず水力調整もできないけど、ハイブリッドロケットは液体の酸化剤の融量を調整することで水力を制御できるし再着火もできるわ。なるほど、安価で安全で便利なロケットってわけか。それにしてはハイブリッドロケットってあんま効かないぜ。それは主に水力を上げにくいという課題を抱えてるからよ。ロケットとしては致命的じゃないか。だから今も研究中なんだけど、水力を上げにくい理由の一つとして燃料のガス化が遅いんだよね。ガス化？大学とかってコストや設備、法的問題で固体燃料ロケットのような火薬を扱うのが難しいから、安全かつ安価で手に入りやすいポリエチレンやポリプロピレンといったプラスチック系などを使うんだよね。へえ、プラスチックを燃やしてるのか。その方が固体燃料ロケットより排出するガスの有毒性が低いしね。なるほどな。その燃料を点火機などで加熱してガス化させて酸化剤が混ざることで燃焼してるんだけど、そのガス化が遅くて燃焼速度を上げることができず水力がなかなか上がらないってわけ。なるほど、材料の特性か。その課題をクリアするためにいろいろ研究がされてて、そのうちの一つが神奈川大学宇宙ロケット部なんだよね。うまいこと話をつなげてきたな。腕を上げたでしょ？褒めるとすぐ調子に乗るからな。神奈川大学のハイブリッドロケット開発は2014年4月から始まったんだけど、当初は人が集まらなくてロケットパワーよりもマンパワーに苦しんだわ。誰がうまいこと言ってるんだよ。これはボーエム電機で宇宙機の構造設計などを担当して、その後神奈川大学に着任した高野教授の研究室で始まったからで、研究室の学生だけじゃ圧倒的に足りないんだよね。なるほど、ゼミ生だけじゃ人数が足りないのか。というわけで5ヶ月後の2014年9月にロケット部を設立して、高野研究室以外からもものづくりに興味がある人を集められるようにしたわ。大学中から集められるなら結構集まったんじゃないか。それが一人しか来なかったわ。なんでだ、神奈川大学ってそんなに過疎なのか。そうじゃなくて、こういうサークル的なものって大体4月に募集してるでしょ。新刊ってやつだな。ロケット部は9月に設立したから募集が年度途中になっちゃって一人しか来なかったってわけよ。募集した時期が悪かったのか。結局教員、学生、外部支援者の計12名でチェザローニテクノロジー社のハイパーテックエルカタエンジンを搭載したロケットを製作して、2014年11月に伊豆大島から打ち上げようとしたけどエンジンが点火せず失敗。修理調整を翌日に再チャレンジして見事に成功したわ。やったぜ。どのくらいの高さまで上がったんだ？公式では2000メートルだけど、実際には2400メートルくらいまで上がったわ。初めてにしては上出来じゃん。でもなんで公式と実際が違うんだ？
上空に飛ばす際は航空法などの関係で申請や届け出が必要でね。この時は高度2000メートルで申請してたから公式では2000メートル。でも実際はおよそ2400メートルまで飛んでいったってことよ。大人の都合みたいなもんか。その後、ロケット部独自のエンジンを開発することにしたんだけど、一つ困ったことがあったわ。なんだ、お金がないのか。というよりも、エンジンを試験する場所がないんだよね。じゃあ前に打ち上げたロケットはどこで試験したんだ。あの時は、神奈川大学の横浜キャンパスにある建物の屋上でしてたわ。じゃあ今度もそこですればいいんじゃないのか。そういうわけにもいかなくてね。前回で使用したエンジンは、いわばメーカー製で安全と実績があるものだから、取り扱いさえミスらなければ破裂とかする可能性が極めて低いんだけど、今度は独自開発だから試験中に破裂とかする恐れがあるのね。そんなものを建物の屋上みたいなところでやると建物を損傷させてしまうかもだし、飛んでいった部品が人に当たったり敷地から出て住宅地に飛び込んでいくかもしれないわ。そりゃ危ねえな。横浜キャンパスは住宅に囲まれているし、新たな土地を探して借りるお金もないし、遠いと交通費や運搬費がかかるから、神奈川大学内で探した結果、湘南平塚キャンパスの西側が小高い丘になっててね、西向きにエンジンを噴射すれば誰にも迷惑をかけないから、2015年の末に飛散防止の海上コンテナを設置して、その中でエンジン試験をすることにしたわ。そっか、そうすれば問題ないわけか。そこで行われた2016年1月の試験がこれね。すげえ勢いだな。なんか後ろの方が燃えてるぜ。これは補強用に巻いた炭素繊維強化プラスチックが高温でガス化して燃えてるのよ。試験には関係ないから燃焼試験は成功だね。一瞬ですげえ高温になるんだな。不足していたマンパワーも人が集まり出したことで解消に向かい、エンジン開発と試験が進んだことで、ロケット部は2016年12月に伊豆大島から打ち上げたわ。結果はどうだったんだ？成功したのか？打ち上げ自体は成功して、独自開発したエンジンながら高度 1.9 キロに到達したけど、大きな反省点があったわ。前回より高度が低かったのがいけないのか？そうじゃなくて、このロケットには飛翔中のデータを集めるようになってて、そのデータを参考に次の開発に役立てるんだけど、そのデータはロケット内部に蓄積してるから回収しないといけないんだよね。じゃあパラシュートか何かで降りてくるのか？そうね、海に落ちたらビーコンを頼りにチャーターしておいた漁船で回収するし、陸に落ちたらみんなで探しに行くんだけど、ビーコンをうまく受信できなかったり、海に流されて喪失したり、回収に成功しても一部のデータが欠損していたりなど、うまく回収できていないことがあるんだよね。せっかく手間と費用かけてやってるのにもったいないな。そこでロケット部は、ロケットから地上へ電波でデータを送れるよう改善に取り組むんだけど、ロケット部のすごいところは、必要なモジュールを買ってくるんではなく、自分たちで作っちゃうところなんだよね。しかも将来性を考えて、高度100キロでも通信可能なやつをね。やるじゃん。
他にもまだまだやらないといけないことがあって。次はこれまで既存品を使ってた酸化剤タンクの独自開発とエンジンの大型化でね。酸化剤タンクは 2.8 リットルから 8.6 リットルに大型化させるだけじゃなく、強度を維持しつつ低コスト化を行い、打ち上げ後回収して再利用ができるように工夫してあるわ。なるほど、それだったら毎回作る必要なくてコストを下げられるな。2017年9月、伊豆大島で行われた打ち上げでは、台風の影響でスケジュールに遅れが出たけど、これまでの最高となる高度 4.8 キロを記録したわ。やったじゃん、独自開発なのに順調に高度を上げてきてるな。ちなみにこれが機体カメラの映像ね。雲の上は綺麗な青空が広がってるな。この打ち上げ成功でロケット部は次のステップに進むわ。目標を引き上げるのか？そうよ、最終目標は高度100キロだからね、4.8 キロで満足してられないわ。なるほど、さらなる高みを目指してるのか。その後、酸化剤タンクを 8.6 リットルから13リットルへ大型化させ、エンジンの大型化も施した結果、燃焼試験ではこんなことになってしまったわ。なんだ、もう一箇所から噴射が始まったぜ。これはエンジン上流部に穴が開いてしまって、そこから異常燃焼が始まり、試験設備を焼き払ってしまってるわ。あらら、落ちちゃったな。てか、試験設備って重要なんだな。そうね、こんな火だるまがあらぬところに行ってしまうと、ごめんなさいじゃ済まないわ。その後、改善を行って、2回の燃焼試験をクリアした後、2018年10月に、能代市で行われた打ち上げでは、高度 6.2 キロに到達したわ。自己ベスト更新じゃん。ロケット部は、高度100キロを目指して順調に記録を伸ばそうとしていたんだけど、壁にぶち当たったわ。どうしたんだ？さらに高度を上げるべく、エンジンの大型化をしていたんだけど、燃焼試験でエンジンの破裂が相次いだから、これまで毎年打ち上げてたけど、2019年は断念したわ。大型化が難しかったのかな？大型化って言っても、ただの拡大コピーじゃなくて、推力を上げるわけだから、そこで使われる技術は違うものになるわ。ちなみでも、久しぶりに会った親戚のおばさんに、あら大きくなったわねー、まるで別人みたいとかって言われてた時期があったでしょ？例えが下手かよ。そんな感じで破裂した原因の調査と改善を進めて、2020年こそあと頑張ってた矢先、新型コロナの蔓延で実験どころじゃなくなってね。やっとこさで11月と12月に実験ができて、エンジンの破裂は抑えられたけど、今度はノズルが破損してしまって、2020年も打ち上げできなかったわ。まあ成功したとしても打ち上げのための遠征なんてできないだろうしな。そして2021年、エンジンの破裂、ノズルの破損といった問題を改善した機体を打ち上げるべく、メンバー全員感染症対策をした上で、能代市から打ち上げた結果、これまでの記録を塗り替える高度 10.1 キロに到達したわ。順調に記録を更新していってるな。しかも、ハイブリッドロケットとしては、国内最高高度を記録したわ。マジで？すげえじゃん。およそ8年ぶりの記録更新で、神奈川大学宇宙ロケット部が日本一になった瞬間だね。毎年コツコツ頑張ってきた甲斐があったな。でも目標高度100キロにはまだ遠いから、ロケット部の挑戦はまだまだ続いてて、酸化剤タンクやエンジンをさらに大型化して機体の改善を行い、2022年10月に予定している打ち上げでは高度30キロを目指すわ。10キロから一気に上げてきたな。それだけ自信があるのかな。個人的にはあと数キロ上げてくれると嬉しいんだけどね。なんでだ？もしかしたら更新されてるかもしれないけど、2020年の時点では学生が取り組むハイブリッドロケットの世界記録がシュプットガルト大学の 32.3 キロなんだよね。
ああ、そういうことか。それを超えると神奈川大学宇宙ロケット部が世界一になるわけか。想定外に高く飛んでいって、うっかり世界一になってしまいましたというのを期待してるわ。期待には応えられないという声が神奈川県の方から聞こえてきそうだな。ちなみに、マリサはガンプラって知ってる？ガンダムのプラモデルだってか？そうね、今見てくれてる方の中にも、組み上げたガンプラを透明なケースに入れたり、いつ組み上げるかわからないのに、とりあえず買って積んでおいたり、組み上げながら見てる人もいるかもだけど、そういうのを組んでると、こういうのが出てくるでしょ？ああ、ランナーか。2022年で打ち上げるロケットの固体燃料はこのランナーを活用しているわ。マジで？これがロケットの燃料になるのか？そうよ、ロケット部の活動がバンダイナムコがやってるガンダムオープンイノベーションに採択されてね。プラスチック再生技術を持つ信州大学の協力を得て使用済みランナーを固体燃料にしているわ。本来ならゴミとなるランナーを活用できるっていいな。さて、最後にお知らせをしとくね。なんだ？神奈川大学ロケット部は今クラウドファンディングをしててみんなからの寄付を募ってるわ。お金が不足してるのか？そうね、これまで大学から出る研究費と支援者からの寄付でいろいろ賄っていたけど、ロケットが大きくなると研究開発費用がかさんでいくし、エンジンを大型化すると1回の実験費用が高額になっていくわ。それに加えて打ち上げのための輸送費とか遠征費用、機体回収のための漁船チャーター代とかもかさむしね。なるほど、大型化していったのはいいけど、打ち上げ費用が足りなくなってるのか。でも、見る限り目標金額を余裕で超えてるっぽいな。そうね、これで今年の打ち上げ費用は賄えるね。超えた分は、来年の打ち上げ費用などに充てられるわ。学生の間に得た知識と経験は今後に大きく役立つからな、ぜひサポートしてあげたいぜ。ちなみに、打ち上げは2022年10月上旬に能代市からを予定しているから。興味がある方は打ち上げ見学ができるコースを申し込んでみてもいいかもね。霊夢のおすすめって何かあるのか？私のおすすめは打ち上げ結果レポートがもらえる5000円コースか、固体燃料サンプルがもらえる3万円コース、ブルジョワの方向けはエンジン燃焼試験と打ち上げ見学、それに加えて高野先生のありがたいお話が聞ける30万円コースかな。30万円コースとかあるのかよ。さらにその上を行く50万円コースもあるよ。しかも、すでに一人の支援者がいるし。持ってる人は持ってるんだな。クラファンページの URL を概要欄に貼っておきますので、よければぜひ。高度100キロを目指して頑張ってほしいぜ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルでは、これからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと、新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。さて、これで神奈川大学が宇宙教認定大学になったね。勝手に認定してるやつか、宇宙教被害大学の間違いだろ。今までこっちからコラボやタイアップを申し入れたことないもん。みんな認定が欲しくて来てるんでしょ？んなわけあるか。